山田線日市駅、時刻表2015年3月のダイヤ改正前の、もの朝神駅は、かつて、岩手県森岡市新城技中津川にあった、東日本旅客鉄道山田線の駅である。廃止時点で停車する列車は、1日1往復のみで、あった。2012年度冬季からは、隣の大志田駅とともに、冬季休業となっていた。廃止時点において、 単式ホーム一面一線の地上駅で無人駅であった。かつては隣の大志田駅とともにスイッチバック駅であった。急行や貨物列車はそのまま通過できるが、宮古方面駅の列車は本線を分岐してすぐに行き止まりのホームへ停車していた。森岡駅は一旦バックして駅に入る構造だった。配線は大志田駅と同じであった。現在は駅舎が取り壊され。 さらちとなっているのでわずかな痕跡しか残っていない。周辺に人家もほとんどない山の中である。このため、隣の大志田駅とともに一部の鉄道ファンから、秘境駅と呼ばれていた。駅周辺での熊の目撃情報があり、待合室には注意を促す森岡駅長名の張り紙がある。国道106号から舗装された市道で、大志田駅へは 13km、徒歩5時間かかる。 駅から区間側に 2km ほどの第1、アスカトンネル口付近に1927年建立の慰霊碑があり、山田線建設時期生となった8名の名前が刻まれている。ところさんの学校では教えてくれないそこんところ、ないの企画、あなたはなぜ秘境駅へ来たんですかにおいては、東北一の秘境駅として紹介された。みぞれが降る中を2日間待つも生活利用者は、 現れず同企画発の3日目に突入。3日目の朝に、法事のために、森岡方面に向かう夫婦に会うことができた。夫婦が住む中津川集落はわずか2世帯6人しか、いないと紹介された。2015年現在、駅から 2.5km 圏内には、蒸気集落の住民2世帯があるのみという。東日本旅客鉄道山田線大下駅、浅木市駅。 区会駅 ABCD ソネサトル、週刊歴史で巡る、鉄道全路線国鉄、JR21 号釜石線、山田線、岩泉線、北上線、八戸線、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2009年12月6日、18から19ページ。ABC、2016年3月大夜改正。 東日本旅客鉄道株式会社森岡支社。2015年12月19日閲覧。2015年3月14日、ダイヤ改正時点では、他に、北海道旅客鉄道赤北本線の上、白竹駅が存在するだけであった。なお、上、白竹駅も当駅と、同様、2016年3月のダイヤ改正で、廃止された。山田線。 大志田駅及び朝岸駅冬季期間の列車通過について2014年11月14日11月で、最後かも、岩手、秘境二駅の廃止検討読売新聞2015年11月29日、AB、秘境二駅廃止検討読売新聞岩手版2015年11月29日、山田線大志田駅、朝岸駅廃止について、2015年12月11日閲覧。 ありがとうございます。